女性のがん部位別罹患数トップの乳がんどのような症状があるのでしょう詳しいお話を乳腺内分泌外科医の森下葵先生に伺いました乳がんで最も多い症状は乳房のしこりですしかし全てのしこりが乳がんではなく良性の場合もありますその他の症状としては皮膚の赤み、くぼみ、引きつれ乳頭の赤み、ただれ 乳頭から色のついた分泌物などが出ることもあります痛みを伴うことが少ないのも特徴の一つです普段から自分の乳房の様子を気にかけしこりや皮膚のくぼみなどいつもと違うところがないかを確認することが重要です初期治療には大きく分けると局所療法と全身療法があります 特殊療法は手術と放射線治療全身療法は抗がん剤治療やホルモン療法などがあります。これらの治療を患者さん一人一人の状態を見ながら組み合わせて治療し根治を目指します。一方転移再発の治療ではがんの根治を目指すのではなくがんの進行を抑えたり症状を和らげたりなど生活の質を保ちながらがんと共存するための治療を行います。 早期発見・早期治療により乳房を温存した手術を選択でき全身療法を必要とせず局所療法のみで根治できる可能性もありますさらに何より乳がんによって命を落とす可能性が低くなります早期発見で治癒率が高まるため定期的に検診を受診しましょう早期発見・早期治療で治癒率が高まる乳がん定期的な検診・受診が大切です 次回も乳がんについてお伝えします。